皆さんこんにちは。アナウンサーの高橋春奈です。放送大学のさまざまな情報をお届けする番組キャンパスガイド、おなじみマナピーと一緒にお届けしていきます。では今日お伝えする内容です。キャンパスチェックは BS231 チャンネルで放送している放送大学の生涯学習支援番組をご紹介します。生涯学習支援番組は社会人の学び直しや生涯学習のニーズに応える番組です。今回は4月以降に放送予定の番組を一足先にご案内します。コラム OUJ は生活と福祉コースの戸狩大輔教授、専門は基礎看護学・保健医療社会学です。コラムのテーマは健康生成論的思考の進め、健康を作り出す要因やそのメカニズムを探る健康生成論についてお話しいただきます。ではキャンパスチェックです。現在放送大学の BS231 チャンネルで放送している番組には大きく分けて3つの種類があります。こちらをご覧ください。1つ目は授業番組、学生の皆さんが履修し単位を習得します。2つ目は告知番組、今ご覧のキャンパスガイドをはじめ大学からのさまざまなお知らせをお届けします。そして3つ目が今回ご紹介する生涯学習支援番組です。社会人の多様な学び直しや生涯学習のニーズに応える放送大学の生涯学習支援番組を一覧にしてみました。こちらです。全部で10のシリーズがあります。左側の列16番目の授業は全15回の授業番組のプラスアルファとなる番組、視聴者の知的好奇心を刺激する BS キャンパス EX 特集、そして科学からの招待状、放送大学クラシックスは過去の名講義をお届けする番組です。さらに右側の列には資格取得キャリアアップに関するものやさまざまな講演会などをお届けする番組がラインナップされています。ではこの中から4月以降に放送されるものをいくつかご紹介します。ではマナビーと一緒にご紹介していきましょう。マナビー一緒に行きますよ。キャンパスチェック。最初は16番目の授業、全15回の授業番組のプラスアルファとして開講後の最新情報などをお伝えします。太陽と太陽系の科学、この講義で講師を務めた吉川誠先生も関わった小惑星リュウグウの探査プロジェクトは大きな反響を呼びました。探査機はやぶさ2プロジェクトの軌跡、そして持ち帰ったサンプルから何が分かったのか、その画期的な成果を2回に分けて紹介します。プロジェクトで主導的な役割を果たされた専門家をゲストに迎え、分かりやすく解説するのが今回放送する16番目の授業です。はやぶさ2は打ち上がったのは2014年12月3日で、3年半の飛行を経て小惑星リュウグウに2018年6月に到着しています。こちらの写真がまさに我々が最初に見たですね、リュウグウの写真ですね。辺り一面岩だらけで、足の踏み場もないといった形で、平地がないのでこれどうやって着陸するんだというので困ってしまいました。ターゲットマーカーを事前に安全地帯、着陸したい場所の近くに落としておいて、その落としたターゲットマーカーを目印にして着陸させるということをやりました。これはまさにはやぶさ2が 8.5 メートルから最後の降下をしているところですね。で、写っているのはサンプラーホーンの先端です。で、その先端が設置しているのは、たかだか3秒ぐらいなんですけど、その間に弾丸を根元から発射して、で、破砕された小惑星の表面の一部がサンプラーホーンを伝って探査機の根元にあるカプセルに格納される、これは大成功でしたね。探査機を支える管制室やアンテナなど地上の施設の役割も解説。こちらの大きなアンテナが惑星探査機と通信をしているアンテナになります。で、集められた電波は
筒のような、ビーム伝送系という装置を使って下の建物に送られて、そこで低雑音の受信装置を使って、受信しております。はやぶさ2が言ったのはこの中で高々火星より内側の天体なんですよね。ただ、そこまでは往復飛行できたということで、そこに行くための技術とそれから科学を発展していくさせていく、これが両輪で回るようになると面白いのかなというふうに思います。16番目の授業、太陽と太陽系の科学、放送は BS231 チャンネルでご覧の日時です。続いて BS キャンパス EX 特集、高い教養性で視聴者の知的好奇心に応えるスペシャル番組です。情報をデザインするデザインミュージアムへの広がり、商品や広告だけではなく人生設計や企業経営など、今やデザインは私たちの暮らしのあらゆる部分に関わっています。この番組ではデザインを集め展示するデザインミュージアムの役割と可能性について考えます。講師は放送大学の伏見清香教授。アートとデザインの境界って何だろうって言われた時に、おそらく100通りの100人の方に聞いたら100通りの答えがあるんだろうし、それを一緒に問い続けて答え続けていくプロセス自体が美術館の活動になりうるんではないかと。今作っておかないと失われてしまうものがあまりにも大きすぎる。古いものはみんなありがたがるんですけど、ついこの間までのちょっと古いぐらいっていうのが一番やっぱり注意を払ってもらえない。私たちの生活が見えなくなるというか。そうなんです。古生物の研究室をそのまんまガラス張りで見せてしまおうというようなコンセプト で、これはもう何も飾らずにですね、上の方にあった研究室のキャビネットを下に持ってきて、それでそのまんまの作業をちょっとお客さんにも気にせずに研究者が研究をしていると。なぜデザインミュージアムが必要なんでしょうか。今まで過去を振り返ってどうして今いいデザインとして残ってきたとかっていうと、明らかに豊かさを新しい豊かさを生み出した、それから可能性を生み出した、そこの考え方とか、それからその作り上げ方とか、プロセスを学ぶっていうことが絶対にデザインミュージアムだったらできるはずで、そこで学んだという例えばデザイナーとか学生とかはきっと未来の豊かさっていうのを生み出せるはずだ、はい、情報をデザインするデザインミュージアムへの広がり、放送は BS231 チャンネルで4月13日午後9時45分です。科学からの招待状、最先端の科学が切り開く世界を分かりやすく紹介する番組です。空間と時間、物理学の歴史を通して、空間と時間という根本的な概念を人類はいかに捉えてきたのか、古代エジプトから最新の量子物理学まで物理学の歴史をたどります。講師は放送大学の松井哲夫特任教授、アシスタントは黒田ありささんです。最初に人類が空間と時間について考え始めたのはいつ頃だと思われますか。ガリレオとかニュートンとかよりもずっと前ってことだと思います。古代ギリシャとかでしょうかね。でも時間と空間って私たち人間から切り離せないものですから、人類誕生以来とかなんですかね。物理学は数式が出てくるから苦手という人にも分かりやすいように図やアニメーションを使って解説していきます。ニュートンはですね、幾何学的な手法でのみ証明を行ったんですね。で、物質が3次元空間のどこにいるのかとか、それが時間的にどう変わるのかというか、そういうことを記述するわけですよね。で、力が働かないと等速直線運動をするというのがガリレオの法則で、ニュートンによって力学の第一法則というふうに呼ばれました。
そしてニュートンの第二法則は、力が働くとその方向に物体が力の大きさに比例して加速されるという法則なんですね。その比例係数が必要だったんです。力学における空間と時間の役割というのは、物質の位置座標の時間変化を決めるのに使われているということなんですか？まあ、そういうことです。ある物体にもう一つの物体から力が働くと、反作用というものがあって、力を加えた物体には必ず反対方向に力が働くんですね。まあ、それが力学の第三法則です。引力の大きさ F は右辺の分母にある距離 R の2乗に反比例するので、逆2乗速というんですね。この逆2乗速があらゆる物体同士にも働くというのが、ニュートンの画期的なアイデアだったんですね。つまりリンゴにも太陽や月などの天体にも同じ力が働くということなんですね。空間と時間、物理学の歴史を通して、全3回の放送は BS231 チャンネルでご覧の日時です。放送大学クラシックス、これまでに放送してきた特別講義の中から、その時代に何が取り上げられ、歴史の中でどのような意味を持つのかを示すアーカイブス番組です。1989年度放送の新しいものはどのようにして普及するのか、講師は南カリフォルニア大学教授の E.M. ロジャーズさんです。 Today I want to talk with you about the diffusion of innovations, the way that new ideas spread in a system. I'll especially be using some examples of new ideas, innovations, that are now or have in recent years been spreading in Japan. The University of the Air is itself an innovation, or at one time it was a new idea to you when you first learned of it. So the innovation is one of the four elements always present in the diffusion of an innovation. 放送は4月20日午後7時30分です。こちらは1990年度放送の地球磁場とその役割。講師は地球電磁気学が専門の福島忠さんです。回転軸がここであるのに対しまして、磁石の軸の方は少し外れたグリーンランド側の方にあると。そうしてここにこう、赤く書きましたところは、世界中で一番そのオーロラが北半球では見やすいところ、それを書いてあります。こういうものをこうずっと積分してみますと、そのところこの軌道面をこう貫くような電流があれば、その電流が作っている磁場が出るはずだと。このアンペアの法則をこう適用してみますと、人工衛星の測る磁場をもとに、じゃあこの軌道の中でそのどんな電流がこう貫いているだろうかと。放送は4月27日午後7時30分です。宇宙、デザイン、物理学、過去の名講義と様々なジャンルの番組が出てきました。楽しみですね。ではこれからの生涯学習支援番組の放送予定を一部ご案内します。上から5番目、放送大学クラシックス。1988年度の集合住宅と住生活の展開は4月13日。一番下、BS キャンパス EX 特集、考古、歴史、文化の今昔、よみがえる金高香る世界の旅とともにネパール編、全2回は5月25日などとなっています。2024年度も放送大学の生涯学習支援番組をぜひご覧ください。ここまでキャンパスチェックのコーナーでした。続いてはコラム OUJ。 このコーナーでは放送大学の専任教員がテレビの前の皆さんに向けて一つのテーマで語ります。今回登場するのは生活と福祉コースの戸狩大輔教授。専門は基礎看護学、保健医療社会学です。
コラムのテーマは健康生成論的思考のすすめ。健康生成論とは何が健康を作るのかという観点で物事にアプローチしようとする考え方です。同じ環境の中で健康な人、不健康な人がいた場合、健康な人を作っている要因やメカニズムを探ることでいろいろなことが見えてくるといいます。とっても面白そうですね。では戸狩先生お願いします。こんにちは、生活と福祉コースの戸狩です。今日のコラム OUJ は健康生成論的思考のすすめと題してお話しします。健康生成論は私の研究テーマの一つですが、健康や医療について特に関心がない方でも健康生成論という考え方や発想について知っておくといろいろ役立つことがあるのではないかと思っています。健康生成論は健康社会学者のアーロン・アントノフスキーが提唱しました。1923年生まれのユダヤ系アメリカ人で社会学研究を行っていました。1960年代にはイスラエルでユダヤ人の更年期女性の健康調査を行い、強制収容所経験があるかないかで健康状態が良いか悪いかを比較しました。その結果、収容経験がない人は健康状態が良い人と悪い人の割合は50対50でしたが、収容所経験がある方は30対70になっていて、悪い人が多いという結果になっていました。普通に考えれば過酷な収容所経験は心身を蝕むことは明らかです。しかしアントノフスキーは収容所経験があるにもかかわらず健康な人が 30% いたことに着眼しました。過酷な経験をしても元気な人がいて、その人々に共通する要素は何かという問い、つまり何が健康を作るのかという問いが生まれました。一般に医学で行われていることは何が疾患を作るのかについての探究です。これはリスクファクター、日本語にすると危険因子という要因に着眼して、その除去を図るための大事な営みです。これはパソジェネシス、疾病生成論と呼ばれています。その一方でアントノフスキーが考えた何が健康を作るのかという問いでは、危険因子ではなく健康要因、サリュタリーファクターという健康に生きていくための要因に着眼して探求し、こうした要因を作り出していくことが重要になります。この立場をアントノフスキーはサルートジェネシス、健康生成論と呼びました。そして健康生成論と疾病生成論は車の両輪であって同時に発展していく必要があると述べました。ただし健康生成論よりも疾病生成論の方がはるかに盛んなため、健康生成論での研究や実践の必要を説きました。何が健康を作るのかという問いの健康生成論ですが、この健康とはどのようなものを指すのでしょうか。見ていきましょう。疾病生成論の健康を二分法の健康と呼ばれ、疾病でなければ健康、健康でなければ疾病とし、普段は健康、危険因子により疾病になります。健康生成論の健康は連続体の健康と呼ばれ、健康破綻、健康の両極間のどこに位置づくのかという直線上の位置として健康をイメージします。そして
放っておくと健康破綻の方に少しずつ移動していきますか、健康要因によって踏みとどまり、また健康の極に近づくことになります。なぜ放っておくと健康破綻になるのか、その理由としてアントノフスキーは私たちの周りにあまねく存在するストレスを挙げています。疾病生成論に基づいた医療システムはよく川に例えられます。川の上流で川に落ちないようにするのが予防、上流で川に落ち下流で患者を救い上げるのが治療、治療をする医者たちは川から患者を救い上げることに夢中で、もっと上流に目をやり、誰が患者を川に落としているのかを見ていく必要があるのではないか、というように使われる例えです。それに対してアントノスキーは健康生成論の考え方を次のように川に例えています。人間は生まれた時から川の中にいて流されていますが、そこでうまく泳いだり誰かに助けられつつも何とか浮かんでいたり様々です。川の流れが先ほど言ったストレスで、そもそも人生は様々なストレスにまみれて当然と考えます。泳ぐために必要なものや力が健康要因です。この健康生成論に基づいて医療だけでなく福祉や教育などさまざまな実践現場での問題解決のアプローチが示されています。この健康生成論的アプローチをより実践活動に近づけてシンプルにしたアプローチとしてポジティブデビアンスアプローチが提唱されています。デビアンスは日本語では逸脱と訳されます。一般に言われている法則から逸脱するケースに目を向けることによって建設的な発想につなぐアプローチです。具体的な例としてベトナムにおける栄養不良の子どもたちへの取り組みの例が知られています。1990年代の現地調査の結果、貧しい経済状況の家庭のうち 64% の子どもが栄養不良であることが分かりました。しかし国際 NGO のセーブ・ザ・チルドレンは残りの 36% が良好だったところに目をつけました。栄養が良好な家庭での聞き取り調査では、さつまいもの葉っぱや田んぼのエビなど無料で手に入る食料を子どもに食べさせていて、手洗いをこまめにさせており、農作業中は親兄弟や近所の人などに頼んで頻回の食事を取らせていたという実態が分かりました。そこで親に対してさつまいもやエビなどを採取して食べさせるやり方の講習や、こまめな手洗いの演習、1日の食事回数を増やすような取り組みを行ったところ、2週間で習慣化が進み、参加した600人中245人の栄養状態が改善していったので、この取り組みは村を越えて普及していきました。そしてこの取り組みの指導者の育成が行われ、学んだ指導者は各自の村に戻り実践をリードする役割を行っていきました。その後7年間で220万人が住む250カ村の村で実践が進み、5万人以上の子どもたちの栄養状態が改善しました。以上をまとめますと、私たちは平時から人生という川の中で常に泳いでいる存在と考えることが大事と思います。常に何らかのストレスを浴びているんですが、ストレスを乗り越えることで成長していきます。ハンス・セリエという生理学者は、ストレスは人生のスパイスであると言いましたが、まさにその通りと思います。また私たちは悪いこと、良くないもの、足りないもの、多数派の動き、魔法の弾丸の登場に目を奪われやすいのですが、
それは受動的な考え方と言えるでしょう。これだけでは見落としてしまうことが多くあります。良いところ、今あるもの、少数派の動き、折り合いをつける、うまく適応することに着眼して見方の転換をしていくことが大事なのではないでしょうか。これは能動的な考え方で、市民生活者として主体的に生きることとはこうした考え方を指すのではないかと思います。これで私のコラムを終わります。コラム OUJ いかがだったでしょうか。先生にお話しいただいた健康生成論に限らず、これまでと見方を変えることがとても大切なんだということが分かりました。では戸狩先生から放送大学で学ぶことを考えている方にメッセージです。放送大学の良さはやはり授業にあると思います。人文系から自然科学系まで幅広い授業科目があって、それぞれの授業では優れた先生方の深い知識に基づいた教材が用意されているということです。放送大学は教養学部単科大学であるということも特徴だと思います。教養とは単に知識を詰め込むことや流行りを追うこととは違って、広い視野と総合的な力を身につけ融合できることを指します。いわゆるリベラルアーツの学問です。地に足をつけて知識を知恵に変えていくことが可能になっていくことになります。放送大学では総合科目や卒業研究、ゼミなどで教員がお手伝いをしています。皆さんと一緒に放送大学で一緒に学んでいくことを楽しみにしております。戸狩先生は生活と福祉コースのテレビ科目基礎看護学やラジオ科目健康と社会、健康への力の探求などで主任講師を担当しています。興味のある方は受講してみてください。ここまでコラム OUJ でした。最後にキャンパスインフォメーションです。4月に開催される公開講演会のお知らせです。茨城学習センターでは北関東の農村荒廃を救った人々を4月20日土曜日午後2時から開催します。江戸時代後期、冷夏や火山の噴火による農村の荒廃を救った幕府代官と二宮尊徳、復興のために北関東に移住した北陸農民について紹介します。講師は茨城学習センター所長の小野寺敦氏。場所は茨城県立図書館、定員は160人です。続いてラジコ配信終了のお知らせです。放送大学では今月31日をもってインターネットラジオラジコによるラジオ科目の配信を終了します。4月1日以降、学生の方は BS531 チャンネルおよびシステム若葉でこれまで通りすべての科目を聞くことができます。一般の方は BS531 チャンネルのほか、一部の科目については放送大学オープンコースウェアでお聞きいただけます。放送大学キャンパスガイド、今回は2024年度に BS231 チャンネルで放送予定の障害学習支援番組について、そして生活と福祉コースの戸狩大輔教授のコラム OUJ をご覧いただきました。番組ではこれからも放送大学のさまざまな取り組みについてお伝えしていきます。ぜひまたご覧ください。それではマナピーと一緒にお別れします。さようなら。